毎日くまこ。みんなおはくま。本日4月3日は読み聞かせの日くま。4月3日の頃で読み聞かせになるくまね。そしてこの読み聞かせの日にちなんで、本日4月3日土曜日に久々に読み聞かせ配信をやるくま。今日の配信では宮沢賢治の注文の多い料理店を読む予定くま。早くいらっしゃい。親方がもうナプキンをかけてナイフを持って舌なめずりしてお客様方を待っていられますこの話の続きが気になる人はくまこの配信を見に来てね。それではお客様、お洋服を脱いで塩をたくさん揉み込んでお入りください。